こんにちは、ーーチャンネルです。今回はね近所のコンビニ店長がものすごく不愛想だった話ということで動画を撮っていきたいと思います僕ね先日夜中の1時半頃にねポテチを買うために近所の某コンビニに行ったんですよねそれで店の中に入った客は誰もいなくて50代くらいの男性の店員がサンドイッチとかおにぎりの品出しを一人でやっていたんですよねで僕はポテチを一服を取った後、すぐにレジに行ったら店員が誰もいなかったんですよ デジの後ろの扉が開いていてバックヤードになっているっぽかったので、僕はバックヤードに聞こえるくらいの声ですいませんと言ったんですけど誰も出てきませんでした。僕は品出しをしていた男性店員しかいないのかと思ったので、少し離れたところにいるその店員に聞こえるぐらいの声でデジからすいませんともう一回言っても良かったんですが、少し恥ずかしさがあったので僕の方から店員に近づいてデジ来てくださいと伝えました。 そしたら何も言わずに店員は僕の後ろからついてくる形でレジまで来ましたポテチのバーコードを読み取った後小さい声で「108円です」と言った後ポテチをレジ袋に入れましたが手渡すことはせずに台の上に置いたままでしたちょっと相性が悪いなと思ったので何気なくな札のところを見ると「店長〇〇と書いていました僕が110円出したので2円お釣りをその店長からもらったのですがお釣りを渡す時も何も言わずに渡してましたね それで僕が店を出るときも何も言ってなかったので、結局その店長は108円ですという言葉しか発しませんでした。表情も見てたんですが、終始無表情でしたね。僕はその某コンビニでの出来事から色々思うことがありました。まず深夜に店長がおそらくワンオペでお店を回して売ってヤバくないかということですね。 まあおそらく人手不足かその時間食う予定だったバイトが幼児か体調不良で超えなくなったかでその時間に店長が入らざるを得なかったんだと思います二つ目はバイトならまだしも店長なのに接客態度が悪くて挨拶もしないっていうのはやばくないかということですね多分バイトに対しても接客教育も十分に行われていないんじゃないかと思いました僕はそのコンビニをよく使いますがバイトっぽい人の接客態度は良くないことが多いですからね まあ、挨拶とか接客態度は、売り上げやクレームの有無につながると思いますが、そのコンビニで挨拶とか接客態度に関して、どれくらいクレームが出ているのか気になるところです。まあ、僕はそのコンビニが一番近所だし、店員は無愛想な方がいいので、クレームとかはつけずにそのコンビニを使い続けるんですけどね。明るくて元気な人が多いイメージの接客業でも、そういう感じの店員がいることになんか安心感を覚えるんですよね。はい、終わります。